国の事業の歳仕分けは2日目に入りました。今年度合わせて1億3300万円の予算だったこちらの2つの事業は見直しを求められていました。それにもかかわらず今回新たにご覧のような名前に看板を掛け替えただけでなく、金額も1億5000万円に増額して要求されていました。中継です。事業の必要性を強調する省庁側に仕分け人からは費用に見合う効果が得られていないと批判が相次ぎました。地方自治体や企業が主体となってもう随分行っている活動なんじゃないんですか。国が行う必然性というのはどこまであるんでしょうか。環境省がそういう形で公認伝承をしてくれるということは強い期待があることは事実でございます。ちょっとですね、嘘が入っているんじゃないかと私は思います。すでに地域で十分に行われております。もうそういう意味では国が行う役割はないと。結局このエコクラブ関連事業は仕分け人のほぼ全員が廃止と結論付けました。一方で今回の再仕分けを通じては事業仕分けの限界が見えてきています。当初は自民党政権時代の予算の無駄を指摘することで支持を得てきましたが、今回は民主党が編成した予算を自らが仕分けるという自己矛盾に陥っています。政務三役からは今回で最後にすべきだと批判の声が公然と上がり始めています。民主党の目玉政策の存在意義が今まさに問われています。